はい、はい、皆さん虹がこれする始めます。始めまして、おめでとうございます。今日は始めます、何回じゃあ今回は、ね、言い過ぎちゃって最近今回本当にね、こうなんていうの、その、はい、なおめでたいことがあって、はい、それをと話したいと思います。何ですか、2011年、まあ、いきなりおめでたいこと、みんな、そう、まあ多分こう韓国、はい、韓国を、はい、好きな人は、はい、みんな好きな人はいっぱいいると思うんですけど、はい、俺のです読めないでしょ。いや読めますよ、はい、下北沢に新しい韓国料理のお店が違いますね。何ですか、じゃあこれは、はい、トンバンシンギ、トンバンシンギ、東方神起、そうね、東方神起、はい、トンバンシンギ、コンベ、カムバック、そう、カムバック、チュチュって何でしょう、なんか祝、おめでとう、祝、あ、祝、うん、あ、ジュのこと、そうそう、チュって言って、うん、で、今回そのね、もうみんな、皆さんもう本当に待ててくれたんです、待ってたもんですけど、2011年日本でまた、うん、東進がね、まあ、今回2人ですけど、はい、それでもね、カムバックすることになって、それをちょっとおめでたいと思うんですよね。僕も本当に東進に、ね、感謝してるんですけど、うん、まあ、ね、韓国語ね、そうそうそう、これで韓国語でみんなこう興味がね、そう、韓国人と日本人と一緒に仲良くなってる、そうきっかけになったと。確かに最初は東方神起ですね、ある意味新しいジェネレーションのね、そうそうそう、うん、最初はなんかもうユンさんというね、うん、そうだったんだけど、まあ、それがなんかもう本当に若い人がそれやっぱりこう好きになるっていうと、東方神起交流がもっと増えるからね、うん、それでなんかこう、そしてその後のビッグバン、うん、そうそう、そのこうそきっかけになってくれて本当に僕もありがたいと思います。いろいろね、韓国人としてね、いろんなで、それがちょっともう買い出してちょっと今なんですけど、それでもまあ、うん、みんなもうやめたわけないから、みんな発想してくれて、うん、まあ、今回はコンベしてくれて、それすぐなんかおめでたいと思いますね、はい、それで今回そのまだこの日本では発売してないんですけど、うん、韓国でも発売されて、うん、もう今もう、まあ、YouTube で編集したら出ると思いますよ、うん、それでみんなこう多分インタビューとかやってんだけど、はい、やっぱり韓国を知らないとインタビューとか聞けないでしょ、はい、だからこの企画で今年新年から韓国を勉強始めたらいかがでしょうか。はい、あの曲だな。え、あれですね、知ってますよ。何が、ハグ、ハグ。俺はこの間歌った。それは違う。新しい曲は、じゃあ。そう、何ですか、タイトルはタイトゥーですね。はい、タイトゥー。タイトゥー。タイトルは、ウェイです、ウェイ。ウェイ。ウェイって何、ウェイ。珍しい。違う。ウェイってなんかよくみんな知ってるんですけど、なぜっていうね、ウェイって言いますね。あ、ウェイ。そう、ウェイ。あ、ウェイ。ウェイ。今回の方、観光の曲に来てみたら、ウェイって何か知らないと思うんですけど、簡単ですよ。ウェイはなぜです、なぜ。じゃあ何がそんなになぜなの。そうです、今回歌詞の内容、歌詞の、うん、そう、歌詞の内容をちょっとみんな知りたいと思うんですけど、それでは女の子が男をなんか、はい、別れたってね、うんうん、なんで別れた、自分離れたのを聞きたいんです。それは聞いちゃいけないです。でもそういう気持ちを、それを聞くような人だから嫌なんです。そ, その気持ちを決めて歌詞ここに来たんですね。僕もちょっと調べたんだけど、それがなんかこうこうインタビュー聞いてね、はい、それでこう今回 の, その内容は、まあ、自分から離れた女の子へちょっとなんか恨みを持って、なんで自分を離れたのって、それはちょっとなんか、まあ、恨みっていうかな、こうなんでなんでなのってなんか聞きたいでしょ、こう理由は知りたい。いや僕は知りたくないですよ、やっぱだってそういうことでしょ、もう。まあそうですけど、ね、それだけど、うん、いろんなことでしょ、一つじゃないでしょ、うん、あでもこれがこの「ウェイ」っていうのは結構いろいろ使うんですね、はい、あそこで「ウェイ」をうん、だと後ろにと用をつけると、はい、やっぱりこれが丁寧になって、まあ、丁寧敬語ですね、それでなんか、なぜですかっていうね、ウェイヨとかね。レオ君は何でだと思うんですか、今まで女の子は去っていったの。僕も聞きたいです。ウェイウェイ俺。あ、じゃあそれを答えを持ってる方コメントください。はい、コメントください。ダメダメです。じゃあこんな感じで、ね、今年のカムバックはね、本当におめでとうと思って、はい、本当に今回今年の、はい、また今年新年から活動始めると思うんで、はい、もう本当にこう日本でもなんかうまく活動してほしいんですね。はい、はい、じゃあもう一度発音の方よろしく。はい、じゃあ東方神起カムバックチュー、タイトルウェイウェイ東方神起カムバックカムバックですね。そうなんですね。チュー、タイトルウェイ。いや、またね、おめでたいですね。いい、はい、うん、おめでとうございます、東方神起。おめでとうございます。これからも、はい、イジジ韓国語では東方神起を全面的に支持していきます。そう、支持してます。はい、そうするとみんなに支持される。何これ、こ、はい、んなことないか、はい、本当に支持してるから。はいはいはい、じゃあ、おめでとうございます、東方神起ね。じゃあ、また、はい、僕もイジジ韓国語を今年頑張ります。じゃあチェチェ